最初に紹介するのがパラピンポンテーブルです。まあ、これはパラリンピックがあるから、それにあの身体障害者に合わせた卓球テーブルを作ったっていうことですね。まあ、これのいいところはとても美しいところですね。もうピンポン卓球台がね本当に綺麗。まあ、これデザインもね、今ホームページ見てるんだけど、ホームページのデザインもいいですね。それぞれ の障害に合わせた卓球作りをしたってことですね。左に伸びた卓球台、あと前後円符みたいな、これもね可愛いよね。で、今回ねオリンピックやるじゃん。でパラリンピックはそのテクノロジーの競争みたいなところもあるから、本当に今すごく注目されてますよね。本当に楽しみ。なんか普通のオリンピックよりパラリンピックがどういうテクノロジーでその人間以上のものの力を出すかっていう部分が面白さでもあると思うから、その一個としてね、その卓球台をこう変えていくっていうのはかなり面白い試みだなと思いました。うん。で形、ホームページ見るとそれぞれね、この人たちが考えた卓球台の形、その人たちの障害に合わせた形になってます。まあ競技的にはね、この平等でなきゃいけないから同じにするっていうのは難しいとは思うけど、こういう発想はいいなと思いました。これだと健常者とね障害者で分けずにできるし、いいなと思いました。はい、次が資生堂のマイクレヨンプロジェクトになります。まあ、よくね昔から言われてるけど、肌の色はね人それぞれ違うっていうところに着目して、実際に肌の子供たちの肌の色を取ってそれをクレヨンにしたっていうプロジェクトですね。資生堂だからね、化粧品とか売ってるからこそ のプロジェクトかなと思います。まあ、資生堂だからそのプロダクトとしてもすごい美しいし、本当デザイン的に綺麗なものができてるなと思います。はい、次がベジバスです。これ日本だと優しいバスって呼ばれてる新しい流通システムですね。バス停をそれぞれ設けて、注文が来たらそのバス停に野菜作ってる人たちは持って行って、そのバスに預けて、そのバスはこうバス停にそれぞれ巡回してるから、購入者はそのバス停で待って野菜を受け取るっていうシステムですね。ぐるぐる巡回してるバスを目印に野菜を受け渡しをするっていう新しいシステムですね。でこれができたきっかけは、流通量、配送量がすごく高くなってきて、まあ、極端に言えば1000円の野菜を送るのに1000円のコストがかかるような状況になっていて、それに大口さんだったら問題ないんだけど、こだわってね野菜を作ってるところになると、あここはあそこに何個あそこに何個って言って、それぞれね小口が多いから、それぞれコストがすごいかかってた状況だったんだけど、それをねどうにかしないといけないって考えた時に、どの配送車も同じところを回ってるっていうところに気づいて、1個の商品を1個のバスに送るんじゃなくて、みんなでまとめてそのバス使えばいいじゃんっていう発想ができて、で注文を受けたらそのバス停にも野菜を持って行ってバスに預ける、で買う人はそのバスが来たら野菜を受け取るって、それね、それを同じバスのトラックの中にいろんな野菜詰め込んでいけばコストが下がるじゃんっていう共同配送システムのプロジェクトになります。まあ、静岡県で1997年から始まったシステムで、徐々にね大きくなっているシステムですね。うん、これねスーパーとか都会の人だとねあんまりピンとこないかもしれないけど、僕地元ど田舎なので、目の前でねピーマンとかレタスとか作ってるのに、わざわざスーパーに行ってね千葉県とかどっか違う地方の野菜を買うっていうのが疑問だったけど、まあ、この配送システムを使えば可能ってことだよね。まあ、これからどんどん増えていくんじゃないかなと思いますね。高齢化が進むし、あと人手が減っていくわけだから、コスト面でもねより高くなっていくっていう面で、
この流通システムは今後広がっていくんじゃないかなと思います。日本ならではのねプロジェクトですね。はい、次がヤフージャパンのヤフー防災ダイバーシティプロジェクトです。これは何かというと、キャッチコピーがね、人の数だけ備えがあるっていうことで、自分がアトピーなのか妊婦なのか、家が山沿いなのか谷なのか、近くに幼稚園があるのか病院があるのか、視覚障害があるのか、車椅子生活なのか、人それぞれね、環境によって防災するシステム、防災しないといけないアイテムがそれぞれ違うと思うので、それを覚えよう、それを知ろうっていうプロジェクトになります。で、これがね、ヤフー検索のデータをきっかけに一人一人に合った防災情報提案っていうことなので、まあ、いわゆる集合地だね。人が集まったからこそ、こういうのがありました、ああいうのがあったらいいなっていう情報をもとにそれぞれが知っていく。で、実際ね、僕サイト見たけど、自分がどういう状況なのかっていうのを、マスを選んでね、コマを選んで、結果最後ね、選択肢を選んで結果を押すと自分に合った防災商品が出てきます。で、なんでじゃヤフーなのかっていうと、そこからねヤフーショッピングに飛べるようになってますね。まあ、そこまでオチが、ね、ちゃんとないといけないプロジェクトだと思うので、そういうところにオチがあるっていうことでちょっと笑っちゃいましたけど、こういうのがないとね、やっぱり知らないものがたくさんあるので、一回ぜひサイト行って、あ、こういう商品があるんだな、こういう自分はこういうのなんだなっていうのが再認識していく部分でも大事かなと思うので、必ずね近年大きな地震は間違いなくあるので、それに備えてやっておくのもいいかなと思います。あとね、デザインがとても綺麗とてもかっこいいし素晴らしいし、これカードを意識してるのかな、トレーディングカードみたいになってて、デザインがすごく綺麗でいいなと思いました。はい、次が日産のザ・リボンライトプロジェクトです。これは何かっていうと、電気自動車、走らなくなったいらなくなった電気自動車のバッテリーがねすごく優秀だっていうことで、ライトに利用しようっていう、街灯に利用しようっていうプロジェクトになります。で、この街灯は太陽光で電気を蓄えて夜光を放つっていう街灯で、まあ発電所も送電インフラもにも頼らない新しい社会のための街灯っていうことですね。まあプロダクトとしても近未来的な綺麗な形しててかっこいいよね。で、実際今年の2019年3月浪江町にね使われております。福島の原子力発電所でいろんなことがあった浪江町で実際使われてます。発電所もね、いらないんだよ原子力発電所なんかね。日産は粋ですねはい、次が福島つながりで、福島民放社のポストテーブル福島ローカルペーパーになります。まあ、これはね、福島民放社新聞を折るとその手紙になるっていうプロジェクトなんだけど、県民の日に、福島の県民の日に県外に行っちゃった人たちのために送る手紙ですね。こんなことが今日ありました、今こんな感じですよっていうのが記事で書いてある新聞を手紙として送るっていうプロジェクトですね。まあ、県外に行っちゃったとしても、今まで育ってきた福島県、生きてきた福島県に対する思いっていうのは必ずあると思うので、その人たちのために送ってあげるっていうプロジェクトになります。はい、次が日本フィルハーモニー交響楽団の耳で聞かない音楽会です。まあ、これは文字通りね、音楽を体で体験する耳で聞かない音楽会の話ですね。まあね、映像を見てもらうと分かるけど、耳が聞こえない子たちが体で感じる、球体でよく、ライブとか行くとスピーカーの前行くとドンドンドンってこう音波が来るじゃん。あれ、あんな感じあんな感じを
耳が聞こえない子たちに体験させるっていうプロジェクトですね。僕ね、色覚の人が色を見るようになった、見えるようになった時のあのリアクション動画とか、あの耳が聞こえない人たちがこう、耳が聞こえない赤ちゃんが音が初めて聞くママの声とかの動画がね、あれ見ると泣いちゃうんだよね。だからこれもね、あの映像を見た時に最後まで見れなくて泣きそうになっちゃって、あの歯っていうね、あの顔がねどうしてもダメで、なんか発見したような、嬉しいような、びっくりしたようなね、あの感情が個人的には苦手って、あのいい意味でね、いい意味で苦手で、ちょっと映像見えてないんですけど、いいプロジェクトだなと思いますね。こうやっぱテクノロジーが進化していく上で、こう障害者にも補助できるものが増えていってる、音楽もこういう風に体験するっていう、あの面白さもいいなと思いました。はい、次が AIG ジャパンのプライドジャージです。 AIG はね、保険会社ですごく有名だけど、ラグビーのねオールブラックスにスポンサーとして入ってる会社です。で、今回のプロジェクトは LGBTQ のレインボーカラーに注目して、そのレインボーカラーを全て色を合わせると黒になるって発想から、この布を引っ張るとレインボーに見えるっていう、あのテクノロジーを作って、それをオールブラックスのユニフォームに採用しました。で、ラグビーだからね、そのレインボーカラーを布を引っ張るたびにレインボーカラーが見えて、あの戦う、立ち向かう、あと応援するみたいな意味も込められているのかなと思います。はい、日本のプロジェクトはいかがだったでしょうか。あのね、今回はカンヌ2019に出た、ノミネートされたものを中心に取り上げましたが、なかなか興味深いものがあったんじゃないでしょうか。まあこれは2018年、去年行われた施策なので、また今年はね、今何やってるのか、まさに今やってるかもしれませんけど、あのいろいろね注目しながら、来年もまた同じようなまとめをしていきたいなと思います。じゃあ今日はもうこれで、バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバイ。